ボルカンデ・ミレルはトルコ・イスタンブール出身のサッカー選手。元トルコ代表である。ポジションは GK。カルタルスポル・イスタンブールのヨーロッパ側にあるファーティフクに生まれた。1999年18歳の時にカルタルスポルに加入し、2000年に正ゴールキーパーとなった。2002年までの間にリーグ戦51試合に出場し、2002年夏に フェネルバフチェース系に移籍した。フェネルバフチェース系はじめは、リュシュテュ・レチベルとレジェップ・ビレルの控えであったが、2003年4月26日にチームデビューした。2003年夏に、リュシュトが FC バルセロナに移籍すると、2003から 04? シーズンは、ビレルと出場機会を分け合って19試合に出場し、スユペルリグ優勝を果たした。 2004から05シーズンは、シュペルリが連覇を果たしたが、シーズン序盤は、FC バルセロナから復帰したリュシュティにポジションを奪われた。2005から06シーズンの開幕は、正ゴールキーパーとして迎えたが、シーズン中盤には控えに降格した。2006から07シーズンの開幕時も、正ゴールキーパーであったが、またもやシーズン途中に、リュシュティにポジションを奪われた。 その後、漁師級が負傷し、シーズンの残り試合は、ボルカンではなく、セルダル・クルビルゲが先発出場した。2007から08シーズンは、リーグ戦25試合に出場し、クルビルゲと出場機会を分け合ったが、UEFA チャンピオンズリーグの舞台では、グループリーグを通じて先発出場した。決勝トーナメント1回戦のセビージャ FC 戦では、 いくつかのミスを犯してに失点したが、PK 戦では3本のシュートを止め、クラブ史上初の準々決勝進出に貢献した。準々決勝では、チェルシー FC に2試合合計2の3で敗れた。2008年夏にクルビルゲが移籍した後は、正ゴールキーパーとしての地位を固めた。2009年夏、クラブとの契約を4年間延長した。2010年9月21日、2009年の ミスベルギーであるゼイネップ・セバーと結婚した。2001年には U-20 トルコ代表に招集され、4試合に出場した。同年から2003年にかけて U-21 トルコ代表に招集され、通算21試合に出場した。2004年にトルコ A 代表に初招集され、4月28日のベルギーとの親善試合で後半から出場して、 デビューを果たした。UEFA ユーロ2008では、性ゴールキーパーを務め、トルコ代表初のベスト4進出に貢献した。グループリーグ3試合全てに先発出場したが、チェコ戦で、レッドカードを受けたために、準々決勝と準決勝には出場していない。ありがとうございます。